おはようございます。今日はですね、私のホームタウン原宿ですね。原宿通りかな、ちょっと脇入ったところなんですけども、はい、もう老舗って言ってもいいくらいのヴィンテージショップがあるんだけども、そこに行きます。これを知らないとモグリだと思われるお店。今日の私は違うかありませんか違うかありませんか。ビートルズかな、これは。古着の T シャツ、ポイントは背中ズルズルじゃない。レザーパンツはブラックミーンズで、ドクターマーチンです。こちらですね、ラボラトリーベルベルジン R ですね。もう風格が違いましょう。これが出てるとオープンしてる証です。行きましょう。こんにちは。こんにちは。ちょっと待ってと、ゆうだいくんです。早速なんですけども、はい、お店のコンセプトは、もともとそのロックミュージシャンが廃墟を改装して自分のアイテムをこうなんかリメイクとかして出してるみたいな、そういうなんかお店の設定っていうのがあって、架空の設定があって、そうですそうです。このコンセプトをもとにロック T をメインにというか、うんうん、まあ音楽の匂いのするものを割とメインで集めていて、うんうん、いわゆるザ・アメリカ古着っていうものよりかはちょっとずれたアイテムが多いかもしれないですね。じゃあ雄大くん、一番おすすめのロック T は、ど真ん中に、ほう、何これ。クラッシュっていうイギリスのパンクバンドの T シャツなんですけど、後ろに79年日付と場所が入ってるんですけど、アメリカデビューの年なんですね。でこれがアメリカのライブのワンデーの T シャツなんですよ。つまりそのライブ会場で1日しか販売されてない T シャツで、その日その会場に行った人じゃないと買えない、かなり貴重なものになります。ちなみにこれはおいくら万円くらいするの。12万8000円でございます。ただこの対バンの名前が書いてあるんですけど、どれもレジェンド級なんですよ。今その人たちがイギリスからアメリカに行くぞっていうようなタイミングのライブなんで、すごく貴重ですし、こういう背景聞くとすごいなんか納得があるね。基本的にこのフロアはロック T をメインとしてるんで、この T シャツだったり、うんうん、T シャツだったりは全部ロック T なんですけど、今その世界的にロック T がもう本当に見つからないというか、買えないっていうような状況で、それすごい聞いた。もともとロック T ってやっぱその音楽を好きな人が買う、そのバンドのファンが着るっていうようなものだったんですけど、うん、ここ10年 US のラッパーの人たちがファッションとしてロック T を着始めたっていうのが一つ大きい原因としてあると思っていて、当時のものっていうのはもう量が増えることはないので、どん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 物がなくなっていくっていうのが現状で。どんなロック T が人気なの。90年代のオルタナティブロックって言われるようなそのジャンルの T シャツがやっぱり一番人気で、っていうのはだいたい80年代ぐらいまでってまだそんなにこう大きく T シャツを着るっていう文化があんまりないはずなんですよ。ジャストサイズで、そうですそうです。基本は下着ベースなんですよ T シャツって。で上にシャツを着るっていうのがアメリカのカルチャーなので、普通にこの男性が着れないんですよね。90年代からバンドの人間が T シャツをこう1枚で着てっていうところがあったりするんで、サイズ感が大きくなるのってそのあたりからなんですね。これもそうなんだって。90年代なの。ビートルズのリボルバーの T シャツなんですけど、うん、タグとサイズ感的に 90s のあれなんですけど、これちょっと後ろにプリントが入ってることが結構珍しくて、ビートルズのフォトが入ってるんですけど、で下にちょっとこう文字も入ってるんですけど、もうかなりかすれて見えないんですけど、しかしいいボロ具合ですね。このボロ具合やばいよね。めちゃくちゃいいですね。最高ですね。最高。いただきました。いただきました。すげえいい T シャツですわ。あ、この辺もマドンナとか。そうですね、マドンナの T シャツも基本的には人気のあるものが多いんですけど、あれもかなり初期で87年の T シャツなんで、マドンナの T シャツは、まあ、フォトモノが基本的に多いんですけど、初期からもうすごいセンスのいいところをデザインされてる感じですね。87年だからまだ T シャツがまだちょっとちっちゃいってこと。そうですね。そしてビートルズがございます。古いボディなのにちょっと大きめっていうところが珍しくて、まだその写真をプリントする技術がそんなに発達していない時期なので、うん、今よりも簡単な感じのプリントになっちゃうんで、うん、誰なんこれっていうようなプリントをされてるのは結構多い。だってこれ誰やねん。そうですね、おそらく AT だと思うんですけど。すごい状態良くないですか。めちゃくちゃ状態いいですね。で、うんうん、基本的にそのロック T シャツってすごく適当に扱うものというか、黒のイメージが多いと思うんですよ。多い。ロック T 着るようなやつはどうせすぐ汚すし、適当に着てで雑巾にしてせりゃいいんだよっていうのがロック T で、当時そのこういう音楽を聴いた人たちをがどういう風に見られたのかっていうのがそれですごくわかるというか、うんうんうん、ロックなんて聴いてるやつは大体こういうやつだろうみたいな。それと同じ理屈で黒が多い T シャツって、ハーレーの T シャツ、プロレスの T シャツ、これって全部黒ばっかなんですよ。黒、確かに。ここら辺はじゃあこの上に飾っているのは70年代から80年代前半ぐらいの T シャツ。全体的に見ていただいて分かるように本当にサイズ感がちっちゃめなんですよね。レコード会社がこのアーティストを売り出す時に関係者に配布するための T シャツ、プロモーション用っていうものも多いので、例えば分かりやすく
ベルベットアンダーグラウンドのルリードなんですけど、うんうん、のストリートハッスルってアルバムがリリースの時に後ろにこうアリスタっていう、 こうレーベルのロゴが入ってるんですよね。もうこれもセブンティーンの T シャツなんですけど、当時その T シャツってそのカラーっていうのが割と珍しくて、見るだけでこのレーベルにルリードを押されたんだなってことが分かる。そんな背景まで。そうですね、80年代後半にフォトショップが開発されて、写真の T シャツのクオリティがすごく上がるんですよね。T-Rex のマーク・ボラーの T シャツなんですけど、これまあ70年代、これもすごく珍しい T シャツなんですけど、うんうん、このボディに対して黒で、まあ立体感も何もないですよね。うん、ペタッとしてる。で、まずこれがあって、フォトショップの導入でこうなるんですよ、ね。おお、なんか立体感が。そうなんですよ。一色ではなくて、例えば影だったり、うんうんうん、なんかその陰影、その立体感をつけれるようになったのは、その色を重ねるっていう技術ができたからで、同じ人物をこう表現するにあたっても全然違うというか、フォトショップと、あとはそのアメリカンラバーっていうインクが開発されたっていうところが大きいんですけど、そのインクが色を重ねて色を出すっていうことができるものだったので、うんうんうん、勉強になるね。すごい面白い。面白い。お、なんかすごいの出たよ。手刷りのあれで言うと多分この人たち以上は多分ないと思う。これ、うん、全部半分けで手刷りですってるって異常じゃないですか。確かに色が全然コピーじゃないですよ。要はそのこの色のっけで、この色のっけで、この色のっけでっていう連続でこれを作ってるって、この微妙な影感とか雲の濃淡とか力の加減だけでだいぶ変わってくるんで。でもこれさ、さっきよりも値段そんな高くないのが。そうですね、なんか別にそんなに特別高い気持ちじゃないです。こんな凝ってるからもっとなんか50万とか言われるのかなと思ったら買いやすい値段でもそういう面白い T シャツってたくさんあるっていうところなんですよね。これ好き。僕らもう古着屋さん、洋服屋さんあるある。あれあるですね。あれちょっと待って、これは何。これは、エルビス・コステロ、イギリスのそのシンガーというか、うん、の T シャツなんですけど、うんうん、まあ、79年のそのツアーの T シャツですね。エルビス・コステロの T シャツって基本的に自分の写真が載っているものが多いんですよ、うんうんうん、もしくはロゴだけっていうものが多いんですけど、うん、これはちょっと本体みたいな。そうですね、ツアーのタイトルがそのアームド・ファンク・ツアーっていう、当時 の、 その社会背景をちょっと風刺した感じになってるんで。お店来なきゃ分かんないこといっぱいあるね。ネットでさ、服は買えるけどさ、こういうお話はネットにあの聞けないもん。ここに来たら雄大くんのお話にいっぱい聞きますよ。もう来るときは本当に1日かけて高尾山行くような気がする。いや重っ。めちゃくちゃ気軽に来て、気軽に全然コンビニ感覚で来て。そしてそのロックティーの世界ですけども、最近、はい、ロックティーが高騰して買えなくなってるんだっけ。めちゃくちゃ買えなくなってますね。ロックティー扱うお店ってすごく増えてきてると思うんですよ、うん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 、なんでっていうところで、うん、めちゃくちゃ偽物が多いんですよ。例えばその、じゃあレコード会社のオフィシャルじゃない、バンドのオフィシャルじゃない、例えばファンが勝手に作ったもの、うんうんうん、まあ、当時のブート、うん、ただそれも当時のものだったら全然いいと思うんですよ、うんうん、逆にファンメイドで気持ちがあるからすごい豪華な作りのブートの T シャツとかはありますし、うんうん、なんか当時ライブ会場の外で売ってた適当なお土産屋さんの T シャツ、これはこれでちゃんとドラマがあると思うんですよ。ただ昨日吸ったものを、うん、これは90年代のものですって言っちゃったら、それ嘘じゃんって話になると思うんで、それは僕らは偽物っていう認識でいて、シンプルロゴ一発なんで多分誰でも擦れちゃいますし、でちょっと加工してこれ90年代のものですって言ったら、もうそれで分かんないというか、オリジナル知らないときっと分かんないと思います。偽物には気をつけてくださいね。そしてバンドティーもあるんですけども、こっちですね、こっちからこっち、ブラックミーンズ。ブラックミーンズここまで揃ってるのってそんななくない。はい、ないですね。基本的にはここがそのショップインショップなんですけど、僕もブラックミーンズからその出向してるっていう役割があるので、うんうん、ここが一番物も見れますし、ここだけでしか、買えない限定のアイテムなんかもいろいろあったりするんで、うん、例えばその秒のついたこのレザーのライダースだったり、ここら辺に、そうですね、まあ、いわゆるその秒じゃんって言われるようなアイテムですね、うんうん、まあ、一点物のアイテム、うんうん、一個一個打ち付けなきゃだもんね。そうですね、これはね、はい、原宿のキッズはねこぞって持ってるんですよ。腰元にね、みんなここにね丸いのついてるんですよ。簡易的なお財布なんですけど、はい、こう中を開けていただいて、で小銭を入れてもらって、このネームのところにお札を折って入れてもらうとか。ブラックミーンズはね、レザーのねブランドの中ではすごいよね、技術ね。そうですね、なんかうちでしかそのできない加工というか、なんか意外と革を立体で丸く縫うってすごく難しくて、でうち小物は全部一人の職人が全部作ってるんですけど、革の工場さんとかにこれを出しても綺麗な丸の立体って縫えない方が多いんですよね。
もうボコボコになっちゃったりちょっと潰れちゃったりとか、あとはですねどんなのがあるか、これもまあ割と定番のアイテムなんですけど、こうやってこうパンチすると、漏れなく倒せます。違う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 そういう説明じゃないよ違うよ、もともとはそういうそのまあ要は武器ですよね。一つ機能をつけることによって武器じゃなくするっていうようなコンセプトでライターケースとして使っていただくみたいな、武器を平和利用するっていうね。うち割とそういうものが多くて、スラッパーって言われるような、まあおまわりさんとかここにぶら下げたりする特殊警棒の一つで、ファスナーをつけることで小銭入れになるというか、一応500円玉ぐんぐん入る。そうだね。でもね、雄大くん今めっちゃ入ろうと思います。全然あれですよ、もう全然あの全然入るんで、はい、全然あの全然入るんで、これで全然いけますんで、あのワンコインランチのお供に、そうですね、なるほど、すごく使いやすい小銭入れになっています。うちのアイテムって革を使って何ができるかっていうようなところなんですね、うん、革でそれやんのっていうものがすごく多いと思うんですよ。多い多い。レザーで MA1 作ったりとか、うんうん、オーバーホール作っちゃったりとか、レザーっていうちょっとその硬い空気感と割とユーモアというか、翔さんも今日革パン履かれてますけど、もうしゃがみづれえし、そうここまでしかしゃがまんない、履きづれえし脱ぎづれえしチャリ乗りづれえしみたいな不便なアイテムだと思うんですよ。重いし、うん、動きづれえし、選択できないし、そうなんですよ。ただ履きたくなるかっこよさがあるというか、レザーってやっぱそういう魅力があると思うんで、痩せ我慢だよね。まあそうですね、ファッションってでもそういうとこじゃないですか、うんうん、なんかおしゃれは我慢、そうですね、なんか喜んで我慢したり、間違いないですね。これもあのブラックミューズの T シャツだよね。そうですね、マカハンニャハラミって、そのハンニャ神業の最初の文なんですけど、もともとそのセディショナリーズのデストロイのモチーフのパロディというか、うん、うちがそのよくそのハンニャ神業をモチーフで使うというか、うんうん、プリントされてあったりとか刺繍されてあったりっていうものを使うんで、デストロイじゃなくてそれをハンニャ神業にして、もともとそのセディショナリーズの方は、うん、エリザベス女王の写真が使われてるんですけど、これは三蔵法師になっていて、三蔵法師、はい、孫悟空の先輩みたいな、 うちのテイストに全部そっくりそのまま変えてあるっていう。ちなみにおいくら万円なの？ですね、こちらは8000円。これ欲しいな私普通に。そういう T シャツでございます。やばい。バンドティーもね、ブラックミーズもね、語ればね多分ね、あの365日普通に立つくらいに語ることいっぱいあるんですけどこれを見てる皆さんもお仕事戻んなきゃいけなかったりとかね、あのお夕飯作んなきゃいけない人もいると思うんで、とりあえず聞きます。ありがとうございます。後半戦はですね、あの着こなし方、どうやって何に合わせたらいいとか、そういうの結構悩んでる方いるんじゃないかなと思うので、その着こなしを雄大くんに教えてもらおうかなと思ってます。次回もぜひ楽しみにしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ありがとうございます。このチャンネルではファッションを中心に私が気になるあらゆることをお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画こちらになります。そしてチャンネル画面にベルのマークがあると思うんですけども、そこを押してもらうと新しい動画がアップされた時に皆さんにお知らせが届くようになっているので、ぜひそちらも押してみてくださいね。